どうした？どうした？待て待て、行け、ちょ、一回、ミネの部屋に、ミネの部屋まで二階や、ブドウ、そこやられるぞ、ブドウ。早く行け、隠れろ。トメ、お帰り。トメは不良のサーバー切断から戻ってきた。ただ、お前がいない間に、今、この スケルトンタワー、えらいことになっている、今この前回目的としていたスコーチビーストっていうものに今襲われかけている。ということで皆さんこんばんは。本日も始まりました、本日でパート、いくつでしょうか。6回目でしょうか。私前回言ったと思います、この近くにスコーチビーストという魔物が湧くと。そうです、あこにいるあの緑のなんか飛んでるやつが、あれがスコーチビーストと言います。レベル50ですね。我々でもレベル50には行ったことがない。そこでこのスコーチビーストを倒すにはやはり4人の力が必要なのではないかと、そう思うわけです。ちょ、みんな思いの一番強い銃出せ今。ごめん、俺ショットガンしかない。俺ショットガンが一番強い。それがお前一番強いんか。お前なんか何これ、何やこれ、ネズミ取りちゃうんけ。あ、ちゃう、これか、この矢か、オッケー。これで、ミネは、お、ミネなんか銃めっちゃ長いな。ミネめっちゃ長い。おねとめは短っ俺とトモヤはじゃあ接近戦で行こう。なあ、で無能とミネ、まずじゃあ、お、今戦ってるか、あれ戦ってるかもしれん。行くぞ、早速クライマックスや。我々は行くぞ。トモヤ行くぞ。トモヤ、これだったらあかんぞ。トモヤ、無能やられてる。全然減ってる。俺の仲間を、よくもお前、俺の仲間をやってくれたな、この野郎。あかん、俺の仲間、俺なんか、わからん。脇腹痛かった、喋りすぎて、マジ意味分からへんねんけど、なんで俺ばっか攻撃してるの。あかん、ミネが出て、ミネが出てる。頑張れ、ミネと無能が負けたらもうしまいやぞ、このチーム。あかん、誰かやられた。無能がドクロマーク出してる。無能がドクロマーク出してる。俺狙われてんねんけど、ちょっとまだ1センチも減らしてない1cm も体力減ってないねんで、こんなに打ってんのに勝てんのこれ。誰か過去持ってないか。過去はこれ倒せるの2時間かかるぜ。これこいつ倒すのこれ無理やって。壁潰れるって。あかん、壁潰れる。無能の部屋の壁潰れる。屋根もないのに無能の部屋の壁潰れるで。ちょっと待って、俺今日建物修理屋になるから。ケロ、俺がお前らを守るから。俺がお前らを守るから。よし、もうどこに壁あったらいいかも分からんねんけど。もうさ、ちょっと待って、死んだ俺。ちょっとあいつはきついとこあったな、トモヤ。さすがに我々では、今の我々では太刀打ちでき、だってあんなに時間をかけて、1センチも減らへんかったんやで、体力が。これ多分不可能に近いやろ。これだからもっとより強力な、やっぱあいつがレベルの50なわけだから、やっぱ50にならないとあいつは倒せないということか。か、お前らなんか、さっき、どうや、虫に襲われてるけど大丈夫か、お前。虫にさえ勝てへん、お前が。あいつに勝てるわけがない。倒
倒した。おお、ムノキさん来た。おお、すごい。家具の一部みたいなの持って。無理やったやろ。あいつは無理やって。とにかく、あいつを今俺らが倒すのは無理やから。やっぱ我々というか核を持たないと。核をあいつに与えたら多分厳しいものだと俺は思う。今のあいつはもう諦めよう。残念ながら。なんてこった。ほんまにスケールドンタワーになってやがる。これちょっと待って、ね、誰の部屋もクソもないやろ。もうほんまに来たら。これ誰の部屋が一番、誰の部屋が一番犠牲受けてんの。あ、俺の部屋無傷や。俺の部屋無傷。やっぱりな、京子にちょっと持ったんだってこんな。ミネの部屋はもう跡形もなく消えてるやん。床は潰れへんねんな、ということなんだ。壁は潰れても。ああ、残念だ。せっかく俺前回俺らがなプレゼントあげたのに。あの、別に今回は前回にも言いましたけれども、この家をより綺麗にしていってほしいんです。クエストというかミッションを私進めますから、ソロで個人的に。だから皆さんはやっぱり一生懸命自分の部屋っていうのをね、高めていって、あ、そんな格好やったお前、高めていってほしいから、あの、壁作っても別に構いませんし、自分の好きな壁作ってもね。だから今回は我々でジャンク品集めて壁を建てるとかしていきましょう。じゃあまずはおのおの一旦建てれるもん建てていきますか。で、そっからジャンク品集めに行きながらまた違うこともしましょう。あの、今回視聴者様からのリクエスト実はございまして、ここに行ってほしいというものがあるんですよ。そこに行ったら楽しめるんじゃないかということもございますので、一旦皆さん持ってるジャンク品で家を建て直してください。お願いします。ってことは20。おおい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 、来たぞ来たぞ来たぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、離れろ離れろ、一回離れろ。いや、降りてきた降りてきた。あれってさ、一番強いのこれ。ちなみに言うと、あれ一番ではないやろ別に。あいつ一番やったらうんってして、一番じゃなかったらうんうんってして。どっちかしよう。あいつが一番やったら前へ。あいつ一番、あいつ一番やな。いや、お前家具みたいな剣持ってるからね。なに、それ、守るためにそれ取ってんのか。何ができんねん、それ曲がってんのに。曲げたん、殺します。あ、これ強いやん、スキーソード。あ、強い強い強い、スキーソード。俺装備できるわ。レベル15で装備できんねや、これ。ダメージ42、スピード中やって。スピード中やねんで、これ。ダメージ42で、すげえな、これ。ちょ、俺もらうわ、もう。ありがとう、ありがとうございます。もう、トモヤなんかちょっと味方によっては SM 城にしか見えへんもんな。 SM 城やん、ただの。だってマチェット持ってんねんで。信じられる。それそれそれやな。なんか知らんけど、ほんまあれやな、吐き気するぐらい楽しいな。わけわからへんけど、マルチでプレイしてるとよくわからんことになってくるな。まあいいや、皆さん、じゃあ、今からジャンク拾い行きまーす。どこがいいですか。76の左上の観覧車見てみたい。はい。いや、最終決定権は全部トモヤさんにあるんで、トモヤさんそれでいいですか。観覧車見るっていうことですけど、よければジャンプしてください。はい。最高決定権の持つ指揮官、大統領のトモヤさんがいいとおっしゃったので、じゃあ我々は観覧車を見に行きたいと思います。観覧車の場所というのは、これ上ですよね、多分ね。ここですよね。今イベント行われてるとこですよね。僕なんか行ったことあるわけなくて。フォールアウト76、この、あ、ボルト76から上に行きますか。じゃあ、ボルト76まで皆さん、一緒に飛びましょう。はい、お願いします。よし、じゃあ、やってまいりました。ボルト76の最初のね、ところの前ですね。こっから左上ですから、目的地とされる場所は、まあ、私行ったことないんでわからないんですけど、じゃあ、そうやな、私から行きますか。私から行きたいと思いますんで、皆さんついてきていただければと思います。上の方強いんかな、俺ちょっとあんまよく分かってないんだよな。いや、俺行ったこと、マジで行ったことないし、なんかちょっとワクワクせえへん。フォールアウトってそういうとこが楽しいところあるやんか。あ、そうそう、ことはいかや。初めてトモヤが
トモヤ、お前らってどういう位置取りやねんやろな。ちなみに言うと、このリスナー様からすると、俺ってただ偉そうやろ、偉そう、うるさいとか、そんなんやろ、拡声器みたいな、そんな存在やろ。まあそこは違うって言わなあかんねんけどな、チャットですぐさま秒でな。ただみんなはどういうイメージで見られてんねやろなって、俺個人的には思うんだけど。そこでトモヤやっぱ可愛いとかなってんのかな、トモヤくん可愛いとかなってんのかな。実は僕少年院行ってましたとかいう過去ないの、トモヤ。僕18で少年院行ってましたみたいな。20超えても少年院らしいからな。なや知らんけども、ことによれば。まあご飯とかは全部皆さん用意してくれるからね。トメはとにかくついてきてくれたらと。トメだけ初心者やからね。まあこれ言って仕方ないでしょうけどね。あと動画見てくださってる中でも結構いらっしゃるんですよ、皆さん。ワイワイさんのそのチームに入るためにはどうしたらいいんですかとか、ワイワイさんの動画見てフォールアウト買いましたとか。これね、フォールアウト買ってくれたってのは嬉しいっていうかね、おもろいから、このゲームは。一人でやってもマルチでやっても面白いから、それはそれでね、損はさせないと思うんですけれども、ただやっぱそういうの言ってもらうのありがたいね。多分みんなと和気あいあいと俺がやってるから、多分ね、みんなのね、協調性っていうのかな、とか、まあ強要してくれる、俺をまあ強要してくれるっていうところの優しさで、まあこうやってやり立ってるようなもんやから、まあ僕なんかでやっても楽しくないし、僕っていう人間なんて大して人間じゃないから、そんなことも言うね、言ってもらえるだけで本当おこがましいですよ、僕なんかは。はい、これで好感度一人勝ちと。毎日でもないけど、3日に1回か2日に1回か、まあ3日に1回か、最近はやってるけれども、それ楽しいのか、楽しんでやっているのか、果たして。そこがもう甚だ疑問でならない。ちょ、楽しいか楽しくないかだけチャット打って今。どう捉えたらいいのこれ、この3つ俺どう捉えたらいいの。もう、ともやに関しては、もうふざけてるよね。ともやは、もう、なんかイベント始まったぞ。観覧車ちゃうのこれ、観覧車の場所ちゃうのこれ。観覧車ないやん。え、いやーいやーいやー、おら、いたか。声出していけ、みんな。これでもかっていうぐらい。野生動物は、声で恐れたりとか、声、威嚇すんねんて。だから俺らも野生の動物やから、言ったら人間というものが野生で生まれた動物であるため、我々もいかない。いやーいやーいやー、おーい、そんなことないって。音割れたりとかせえへんって。音割れたりっていうか、俺知らん、音ってものじゃないから、まず割れへんねん。音っていうものは固形じゃないから割れへんねん。イベント失敗やって、ほんで。何の意味もわからんままイベント失敗してるやん。まあでもここでジャンク集めましょう、皆さんね。みんなが最近ハマってるアニメとかあんの？エイニメある？みんなが最近ハマってるエイニメ。何見てんのと思うよ。横のやつ崩れたねと思うよ。これ、何これ、トモヤ、何見てたん。俺セカンドとセンターやで。真逆やろ。じゃあお前にしか分からへんと思う。じゃあ野球やってたやつしか分からへんと思う。セカンドって一塁に一番近いから、肩なくてもいけんねやんか。肩やセンターって一番肩が強いやつやんねやんか。俺どっちなんか分からへんまま俺センターやってたわ。センターとセカンド、セカンドに大原っていう守備がめっちゃうまいやつがいてん、そいつに勝てへんと思って。で俺人一倍声でかいやんか、昔からやねんやんか。でセンターって一番監督がノックするときにホームベースから一番遠いねんやんか。だから俺センターを選んで。で俺評価良かったらしいで、声に関してお前は声だけはいいなって言うて俺言われたらしいで。三山先生っていう名前やけどな、ミーマンミーマンって呼ばれてんけど、ただし一回もレギュラーになったことないけどな。だからもうミーマンもほんで狂ってきて、最終的にミーマンの最後やった練習方法何か知ってる？背面キャッチやで。はい、今から1時間背面キャッチの練習しまーすやで。そんなやつについていける？いけへんやろ、俺2年でやめたもんだから。よし、ありがとうございます。取れました、非常にいいショット取れましたね。さあということで戻ってまいりました。おのおのがおのおの部屋で
もうジャンク品を集めてですね、本当にね、皆さん分からないと思いますけれどもですね、実は私ですね、ずーっと喋ってるんですね。今前回の収録から引き続きまして2時間半以上ですか、3時間ぐらいでしょうかね、ずーっと収録してるんですけれども、それでも2時間半やったら2時間半ずっと喋ってるんですね。それを聞きながらですね、皆さんは私に対応してくださってるということですね。で、現在は自分の各々の部屋であれしてます。各々の部屋の設備を整えていただいております。ジャンク品を先ほど集めてまいりましたから、その分ですね、何か多くのものを建てられるようになったと思います。あ、トモヤさんできました。トモヤさんできましたっていうか、トモヤさん顔変わってますね。なんかトモヤさんに引き続き、無能さんも終わったってことでよろしいんですかね、多分ね。ミネさんもやってきましたよ。あれ、これじゃあもうお三方終わったってことでよろしいんですか。私の部屋はね、基本的に言うと何も変更しておりません。まあ使うことも特にないので。はい、じゃあそうですね、どうしますか。皆さんできたっていうことですから、じゃあトモヤさんから見ていきますかね。はい、と思ったんですが、どうやら右上見てください皆さん、残り25秒、23秒で核ミサイル着弾までの時間ということで、マップを見てみるとこの赤いところにですね、どうやら他のプレイヤーが核爆弾を落とすということになったらしいです。そして、ミネさんともどもですね、一緒に見に行ってみようではないかと。初めての核爆弾着弾の時見てみようではございませんか。で、これはこの辺り見といたらいいのかな、この近くに見といたらいいんだよね。じゃあ一緒にちょっと見晴らしのいいとこちょっと探しまーす。おお、あ、すごい風が来てますけどね。何なんでしょうこれ。あ、それだけ。うわー、すごい、キノコ雲や。いやー、これはちょっと不謹慎だ言われそうですけれども、すごいですね。やっぱり核爆弾というか核の戦争がテーマになってるゲームですから。うわ、すごいな、こんな距離で大丈夫なんだ。まあこの赤いところにね、いたらダメみたいなことなんですけれども、ここにいなければ大丈夫ってことなんでしょうね。いろんなミッション出てきてますけれども、とにかく今現在私たちはあのキノコ雲を見えただけでもね、よしとしてね、いずれ私たち撃つかもしれませんから。はい、お邪魔します。うわぁ、かなり変わりましたね。あれ、トモヤさんこんなの建てられたんですか。あ、これすごい、斜め掛けだ、ポスターもあって、はぁ、なんかやっぱりちょっとおしゃれにしてますね。これ3つの席っていうのがまたなんか家らしいですね。これどういうことなんでしょうかね、誰が座るべきのなんでしょうか、ちょっとわからないですけど、この机なんかっていうのもね、基礎的なもんですけど、斜めにこう机を立てかけるってなかなか面白いし、あとこの時計僕持ってないですよ。はぁ、はい、ミネさんありがとうございます。椅子はミネさんの僕です。そうですね、無能さんだけ3つけてないですね。こういうとこですよね。で、この地べたになんかこのよくわからない虫がやっぱりこうはびこってるところがやっぱりこの友やらしいですよね。そういうところやっぱりね、社会人はごめん許さないよ。でもごめん許さない僕は。やっぱ無能さんとかほらもう硬直してるもん。やっぱり今まで硬直したことない筋肉硬直しちゃしてる。まあ、トモヤはね、あのジャンクでよくあくまで行ったけどね。じゃあ次、ミネさんやね。ミネさんお願いします。はい、来ました。はい、次ミネさんの部屋でーす。どうですか。なんかすっげえうるさいですけど、これなんですか。これが、音鳴ってるんだ、これ。おー、すごいね。トラップみたいなもんだ、言うたら。おー、すごい激しいね、トモヤも。で、これがこれなんですか。あっ、これあれなんだ、暖房なんだ。暖房機能なんだ、これ。もっと焼くのか、じゃあ彼はっていうことなんでしょうね。で、こっちになんかこう増やしてますけどね。こっちも、まあこっちもなんかありますしね。これも気になりますよ。わ、すごいソファーやん、これ。え、これちょっと何人か座れる、これ。何人か座れるタイプのソファー。うわ、すごい、まさかのこれも3人掛け。
どういう、え、それな、帳尻合わせたんですか？裏でチャットかなんかしてそれ合わせてるんですか？3人ともそういう風にするっていうのを。何なんですかこれ。ほんで気色悪い服ばかり着てみんな、これ多分ニュースになりますよ。下手したらこれ4人で歩き回ったら、こういうソファーもあって、あ、こっちもまだあるんだ。え、こっちもまだある、なんかあるんですか。え、それ僕の部屋の屋根ですよ。あー、すごいすごいとこになんかついてる。これなんなんすか。え、なにこれ。あ、すごいこれ。うわ、こんなことできるんだ。見てくれ、変えられるんだ。もう無能さん座っちゃってますけど、無能さんの屋根ですからね、ある意味。あれ、無能さんの屋根じゃねえや。え、これ無能さんの部屋ですか。あれ、これ無能さんの部屋だ。繋がってるんだ、ミネさんと無能さんは。あー、なるほどね。壁とかを立てずにこういう風に処理していったということで、全く使う気がないと。なんですね、皆さん本当ありがとうございます。もう友也さんだけですね、じゃあ一生懸命作ったの。多分そういうことだ。実は、あ、リスナー様からのリクエストがございまして、アスレチックか、これ。アスレチックじゃないか。ちょっと待てよ、お前もやり直さなあかんねん、連帯責任やから。やり直し、止めようしてやり直し、やり直しだが、お前だが、いくよ。もうこれほんまもう30分かかるか1時間かかるか、これやるからね、マジで。絶対にミスするな。え、ごめん、ミスした。え、じゃあここがいっちゃむずいで。おお、危なっ。よっしゃ。 Thank you.